ヘレフォード図1300年前後、ヘレフォード大聖堂像、イギリスマッパムンディは、中世ヨーロッパで制作された世界地図を表す総称。これに当てはまる地図には、簡単な概略のみを指した大きさ1インチ程度のものから、確認された最も巨大なものでは11フィートにわたる精巧な壁掛け図までをも含む。マッパムンディの語源は、中世ラテン語のマッパとムンディの合成語であり、英語マップの語源でもある。中世に作成されたマッパムンディのうち約1100枚が現存している。このうち約900は写本の総図であり、約200が単体の地図として描かれたものである。マッパムンディの概略図。上からゾーンマップ、3地域構成マップ、4分マップ、グレートマップ現存する。マッパムンディはいくつかの種類に分類できる。時系列的に並べた主な分類は、ゾーンマップ、またはマクロビウスの地図、3地域構成マップ、またはトゥーズ、ベアトゥスの地図を含む4分、マップ、グレートマップ、または複合型マップの4つに分けられる。中世の世界地図の中には、これらのマッパムンディに他からもたらされた要素を取り入れて制作されたものもある。例として、ポートランカイズやクラウディオス・プトレマイオスの著書、ゲオグラフィアの概念を含めたものは、伝統的マッパムンディとして5番目に分類される場合もある。マクロビウスのゾーンマップは、上側が北の方角を指した東半球を表示し、緯度の差による5つの帯域を設けている。これらは、北側から北部寒冷帯、北部温帯、赤道熱帯、南部温帯、南部寒冷帯と定められている。このうち南北の温帯のみが居住可能な区域と捉え、また当時のヨーロッパ人が知り得ていた地域は北部温帯内部に限られるとしていた。最も単純かつ一般的なゾーンマップは、この並列した5つの帯域のみを描写したものであるが、陸地なども記入されたより大きく詳細な種類も発見されている。この種類の地図は、マルクス・トゥッリウス・キケロの著作、スキピオの夢の書に使われている、マクロビウスが描いたイラストとして多用されており、ここから、ゾーンマップは、マクロビウスの地図とも呼ばれる。語源論にある、トゥーズゾーンマップとは異なり、トゥーズは中世ヨーロッパ人が認識していた、居住可能な区域のみを概説した地図である。トゥーズは、O字型の海洋に囲まれた円形の陸地が、T 字型の海峡で分断された構成をしており、3つの陸地はそれぞれアジア、アフリカ、ヨーロッパを示している。中心にエルサレムがあり、方角はほとんどの場合、上側が東を指す。これは、境界の最短方向を表す、定位や探索といった単語の由来となったラテン語の東を意味するオリエンスがエデンの園がある上位の方向と考えられていたことに、由来すると考えられている。または、聖書の出来事がアジアを舞台に起こったことから、この地を上方に据えたという意見もある。異論もあるが、トゥーズが直ちに世界が平面だという思想を表しているという表は、必ずしも的を射たものではない。図中で表現された大地の形状がたまたま地球の円形と合致するため、そのような印象を与えてしまうに過ぎない。むしろ、トゥーズ系の大地とマクロビウスの地図とを組み合わせた比較的大きめのマクロビウスの玉も見受けられ、これらを根拠に中世の学者は地球が球形だと考えていたと認識されるのが一般的である。ベアトゥスの地図4分マップは基本的には東を上方とし、トゥーズで描写される基地の3大陸にゾーンマップに見られるしばしば対処地とも認識される。当時のヨーロッパ人にとって、未知の陸地を加えた構成を持ったものである。この代表例としては、福音記者、ヨハネの黙示録にコメンタリーを加えた、リーバナの僧侶ベアトゥスの、ベアトゥス黙示録仲介の中に含まれる、14枚の大判地図がある。このベアトゥスの地図は、イエス・キリストと12人の使徒が、彼らに与えられた神の使命を遂行するための、現代では失われてしまった真理から派生した、ものだという説も唱えられている。エプストルフの世界図グレートマップは、マッパムンディを代表する有名な分類にあたる。この種類のほとんどは、トゥーズの形式を用いているが、より大きく複雑な描写がなされている。複雑な海岸線や河川、山地などの自然地形から都市や町、または国なども記述しており、種類によっては歴史的出来事や聖書の記述内容、または神話の反映なども見受けられる。また、当時のローマやギリシアの学者たちの知見が及んでいた動物や植物、人種なども記入されている。確認された最大のマッパムンディはこのグレートマップに属するエプストルーフの世界図であり、その大きさは幅 3.5 メートルを誇ったが、第二次世界大戦の際に消失した。現存する最大のものはヘレフォード図で、大きさは幅 1.5 メートルである。この他に、グレートマップに分類される重要なものとしては、アングロサクソンマップや、ロンドン紙幣の世界図、ヘンリー・オブ・マインツ地図などがある。多少後年のマッパムンディの例としては、14世紀の修道僧、ラノルフ・ヒグデンの著作、ポリクロニコンに見られる、少々簡略化されたものがある。現代的視点からすると、マッパムンディは、見かけ落ちで、不正確なものに移る。しかし、マッパムンディは例えば海図とは異なり、正確な海岸線や山地などの描写が求められるものではなかった。むしろその意義は、地図としては概略のみを表示し、全く別の概念や主張を織り込み説明することにあった。それは、主にキリスト教の布教を目的としていたとされ、そのために図としての正確さは二の次に置かれた。最も単純なものは、伝統的な教えを図案化し記録するためのものであった。ゾーンマップは球体としての地球の形状と緯度による気候の特徴を示した一種の教育教材だったとみなすことができる。トゥーズはかつてのローマ人が残した学術知識を引き継いだ中世ヨーロッパの人々が彼らの認識が及んでいた三大陸にまたがる範囲を図式的かつ簡易的にまとめるためにデザインされたものであった。グレートマップにおいて特徴的な大判のマッパムンディはより多くのコンセプトを包括することが可能であった。そこには遠方までを含む地形や国々、そこに生きる動物や植物の層や様々な見知らぬ人種などの空間的要素、そしてさらに神話や伝承などの歴史的要素も書き込む余地が十分に生まれ、エプストルフやヘレフォードの地図で典型的なようにこれらは中世における一つの百科事典と定義できるほどに複雑なものとなった。ブリジット・インリッシュは、中世のマッパムンディは、その中に何らかのコンセプトや具体的に知り得た知識などを双方包括しつつ、世界を幾何学的手法を用いて体系的に表現したものだと説明した。そしてこの体系とは、地理測量によって得られた結果ではなく、神が創造した調和を基礎に置いているとも主張した。その根拠として、彼女は代表的なマッパムンディのほとんどは、キリスト教学的に完璧とされる円や三角形といった幾何模様を一貫して用いている点を挙げている。一方、古代ギリシア・ローマの地理観や地球の全球図であったゾーンマップが実際には局地的な地図であるトゥーズに変化した背景には、イスラム帝国の勃興によりヨーロッパ文明がユーラシア大陸の北西端に閉じ込められたためとする見解もある。アジアは言うまでもなく、地中海もムスリム商人に抑えられ、イベリア半島に起こった後ウマイヤ朝やアフリカのファーティマ朝などの存在により、中世のヨーロッパは遠方の情報から断絶された状態にあった。このような情勢の中、過去の間接的な断片情報によるインドや中国などの知見と、勢力範囲下にある地域のみが世界として認識され、マッパムンディに反映されたと考えられている。中世ヨーロッパの固定的世界観に最初の変化を与えたのは、1096年に始まる十字軍の派遣だった。巡礼者など民間人も多く帯同しつつ200年に渡った遠征からは、東西の交流が生まれ、新たなアジア情報やイスラムの新知識がもたらされた。12世紀には、イタリアの地中海貿易が活発になり、ヨーロッパの視野は広がりを見せた。さらに、13世紀には膨張するモンゴル帝国の影響がヨーロッパにも及び、教皇インケンティウス4世が派遣した使節、プラノカルピニがグユク・ハーンに謁見するなどの深い関わりが出来上がった。彼以降も実際にアジアを訪れたヨーロッパ人の出現は続き、代表例であるマルコ・ポーロが表した。東方見聞録のように、マッパムンディの古い認識を大いに変化させるに至る態度が育まれた。中世という時代が終焉を迎える頃になると、新しいタイプの地図が次々と制作され始めた。これは主に地中海を航海するために必要な海図を作成する過程で発達した羅針儀海図に見られるように、新時代の地図は極めて正確な海岸線と横断する高低線が特徴をなしている。この代表格がエイブラハム・クレスキスのカタロニア地図である。14世紀になり、ルネッサンス時代が到来すると、古代ギリシアの学者たちが残した業績が様々な領域で再評価された。地理学や地図の分野では、クラウディオス・プトレマイオスがゲオグラフィアで概説した経線と緯線の手法が大きく影響を及ぼした。こうして、これら新しい概念や手法が地図作成に次々ともたらされ、古く伝統的なマッパムンディは駆逐された。1459年に制作されたフラマウロの世界図などは最後期のマッパムンディの一つに数えられる。これらは伝統的な枠形式を用いつつ、そこに正確な海岸線をはめ込んだ時代の狭間が生んだ複合的な地図でもあった。ありがとうございます。